皆さんこんばんは、寺田心です。今日は本当にお集まりいただきありがとうございます。あと生配信で見てくださってる方、本当に見てくださってありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。それは言っちゃいけないことも結構あるんじゃないかな。これ先ほどから話に出てる、これ言っちゃいけないことはあるかな。でも一個ぐらい言っちゃおう。また大丈夫ですか。大丈夫ですか。本当にいいんですか。まあじゃあオーソドックスに、妖怪臭が出ます。最大の敵というものが出てね、さっき言ってらっしゃったんだけど、会長さん言ってらっしゃったんだけど、そのフォサマグナ、マグナってマグナでいいですか。マグナから生まれた妖怪獣っていう大きな最大の敵の怪獣がいるから、それを僕とね、いろんな方たちと一緒に倒していくから、それを見てね。はい、ありがとうございました。 ありがとうございました。心くん、はい、行ってね、あげるからね。あ、チケット、チケット、はい、これでわかりますか。チケットが、ありがとうございます。すごい、あらま、ありがとうございます。皆さんもぜひご覧ください。ありがとうございます。やったね、心くん。このチケットでございます。ぜひ、ね、さすが。こんな感じで、友達と行ってね、友達と。友達とか、もう家族とも行ってみます。いいですね、お願いします。はい、ありがとうございます。ハプニングで。ハプニングでした。はい、嬉しいハプニングでした。嬉しいハプニングでございます。で、心くん、改めて、この役者として、はい、この妖怪大戦争ガーディアンズに主演されて、はい、自分の中でもどういう、気持ちになりました？この役をやって。もう初めてアクションに挑戦することが、初めてアクションに挑戦したので、なんだろう、よくいつも一人で空想の戦いごっこをしているんですけど、ちょっとそれが役に生かされたのかなって。だから今回の映画のおかげというか、今回の映画でちょっと少し、なんだろう、アクションが上達したかなーって思います。では、いきます。それでは、お願いします。やあ、犬神刑部役を演じた大沢たかおさんです。大きな拍手をお願いします。ようこそお越しくださいました。あ、心くん刀大丈夫、はい、はい、では真ん中に寄っていただきまして、はい、すいません、失礼します。心くん、はい、今の大沢さんはすごく優しい笑顔ですけど、はい、犬神刑部の大沢さんは怖かったですね。いやー、もうなんだろう、本当に最初に初めて大沢さんが妖怪になられた姿を見た時は、ちょっともう本当にタヌキの妖怪なので、僕がちょっと思ってたタヌキとは違って、キッキーもお芝居で入ってびっくりしてたんですけど、僕も本当にすごくびっくりしていて、でもお芝居が終わるとすごく優しくしていただいて、本当に一緒にご一緒できて本当に嬉しかったです。またまた100点満点の回答ありがとうございます。いやいやいや、ですか。はい、そうですね。僕言っていいんですね。ね、はい、もう本当にさっきも言わせていただいたんですけど、大沢さんが最初妖怪になった姿を見て、本当に何だろう、自分が思ってたタヌキとは違うというか、何だろう、もう会った時にもう気もびっくりしてたんですけど、僕もすごく本当にもう実際にわーっと思ってびっくりしていて、ちょっと
怖いなって思ってたんですけど、本当にもう撮影が終わると、あの、優しくしていただいて、もう本当にすごく嬉しくて、ご一緒できて、感謝で、感謝というか、もう嬉しいです。何か大沢さんとお話になったりしたこととかで覚えてることとかあります？こんな話したなとか。あ、なんかあの、大沢さんが出ている映画を見ましたって言ったら、あ、ありがとうって言ってくださったのを覚えております。もうすごく楽しみで、こんなにアクションをすることが初めてだったり、あの、いろいろな妖怪に囲まれての撮影だったので、ちょっとすごく出来上がりが楽しみでワクワクしております。監督。はい。心くんから今プレッシャー来ましたよ、今。もういつもプレッシャーかけられてます。あの、最初に会った時から、あの、監督大丈夫ですかっていう。頑張りますっていう。心くんの期待に応えられるように。今はでもまだ編集中なんですけど、はい、皆さんの期待を上回る、すごいパワフルで、すごく強力なメッセージを持った映画になっております。まさに。あの、なんだろう、たくさんのキャストの方々、監督さんに囲まれて素晴らしい作品ができたと思う、できるのかなってもう思うので、皆さんもぜひ楽しみにしていてください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。